おはようございます。こんにちは。こんばんは。令和の人妻、デミ太郎です。皆さん、本日もイヤホンぶっさして聞いてくださっていますか？祝菅さんか。新自民党総裁に選出おめでとうございます。というわけで、ほんと地方票もね、ほんとまともでよかったっていうね、分かっていましたけれどもね、マスコミが押してるだけって。でもさ、やっぱり連日のマスコミ出演やらがこう押し押し押しだったから、2位になっちゃったらどうしようって正直思っていました。間違っても2位ですら取ってほしくないっていうのがデミ太郎の考えで、なんでね、さっきもあったように菅さんの票がちょっとなんか流れた票があったっていうけど、多分調整したんじゃないかなって思っております。そしてね、安倍さんの挨拶で目から水が出てね、その後の菅さんのまた挨拶でまたっていう感じで、こうデミ太郎ほんと最近もうね、目から水が出やすいというか、めっちゃゆるゆるになってきたなって、そういうお年頃なのかなって思っております。菅さんのこう選出とともに、ネット上ではね、パリーグの方々が軒並み発狂していてね、テレビ報道もですけどね、あんなにおめでたいのにマスコミがね、お葬式みたいな死んだ目をしていてね、なんだかざまーっていう気持ちがある一方で、本当にマスコミのこの空気、国民とかけ離れている空気感はなんとかしないとなーって思ったデミ太郎でした。本当に安藤さんとか目死んでたよね。本当不快でしたね。とりあえず大体分かっていたって、勝負事なんだし、こう勝ったんだからおめでとうってね、国のリーダーを決める話なのに、あんな苦い顔をしちゃって、なんだかな、みっともないなって思いましたよね。で、そしてこうなると早速お隣さんがこちらをチラチラしているような記事を出してきていますね。こっち見なくていいのにとは言いたいところでございますが、やはりお隣はお隣の国なので、どんな記事が出ているのかみんなで見ていけたらと思います。安倍外交の継承を辞任している菅義偉官房長官は今日、自民党新総裁に選出された。悪化の一路をたどってきた日韓関係に急変化って、ちょっと多分訳し方がおかしいですね。急変化はないものと予想される中、韓国政府は対話を通じて問題を解決するという基調のもと、外交当局間の疎通を続けるという方針である。菅総裁は外交において安倍政権による既存の政策をそのまま続けていくものと見られる。読売新聞などによると、菅総裁は去る12日、外交は継続性が重要だとし、安倍首相とは当然相談していくと語っていた。続けて、中国と韓国をはじめとした隣国たちとはそれぞれ難しい問題があるが、このような国々とはしっかりとした関係を構築し、疎通できる外交をすると伝えている。また、元徴用工問題については、1965年の日韓請求権協定を通じて全て解決したと主張し、安倍政権の主張をそのまま繰り返している。このため、菅内閣が発足しても、日韓関係が急激に改善されるのは難しいというのが大方の見方である。韓国政府もやはり歴史問題に関して日本の立場に大きな変化がないと見ていることが伝えられた。まあ歴史は変わらないんですからね、どうやっても。韓国政府は対話を通じて問題を解決するという大枠のもと、冷静に対応、疎通するという計画である。特に定例化している日韓外交局長級協議を続けていくとされる。一部では年末にソウルで開かれる予定である日中韓首脳会談をきっかけに対話の糸口をつかむことができるのではという見方も出ているという記事でした。
あーんっていうね、なんだろう、なんかこう、期待している感がちょっと出てきてて、まあ、こっちみんなっていう感じがものすごいしますね。このご時世に日中韓の首脳会談ってやるんですかね？なんかズームとかでやりそうな気もしますけどね。そしてその時はまだムンさんなんでしょうかね、お隣の大統領は。ということで皆さんの意見も見ていきたいと思います。ヒュンダイ自動車ニンニク臭いです。シートの防腐剤が塗りすぎたらしい。特に高音寺、好きな人は好き、評論家がよく、パヨクは国イコール権力者と思ってるんだろうね。補修は国イコール家族と。そうなんですよ、国は家族のはずなんですけどね。何なんだろうね。しかもなんかパヨクさんの言うなんか国家権力ってなんか自分たちの奴隷でなければいけないみたいな、本当によくわからないことをするよね。ヒュンダイ臭くても大丈夫、すぐに燃えちゃうから怖い。石破さんは鳥取、地元の星。あ、そうなんだ。なんかね、地元人気はすごいって聞いてるよね。1位ですよ、下からですけど地方票はひどいあー、これいいな、これいいな。そう、菅が発狂してます。見ました？私あのちょっと面白かったのが、海の砂になんか菅は何だっけかな、許さないかなんか書いてあって、ちょっと海に行って砂に書いちゃうってよっぽど好きじゃないとやらないよねって思ったよね。ちょっと待って、レールガンですか？私好きですよ。よいしょ。メディアはバイアスかけたつもりが最下位。本当そうですよね。苦い顔するのはそうですね。都合が悪いから。あんだけ悪口言っちゃったら本当、本当だよね。苦い顔になっちゃうよね。菅さん自民党総裁当選おめでとうですよね。お隣は日本に関わらずすっ転んでくれたり。確かに。菅さん、これから自分の考えを自分の言葉で自分の責任で話せるから楽しみにしてます。確かにずっとね、影の存在でしたからね。帰国とは永遠に。本当にこれなんだよな。そう、歴史は一つなんですよ。なんで日本の認識が変わると思ってるんだろう。安倍総裁と菅新総裁のスピーチ感動しました。本当に感動しました。もう本当泣けるよね。なんかさ、お疲れ様。あと、あ、虫来た。あとさ、あの、マスコミさんが知らなかったってちょっとざわついていたのが、安倍さんへのこう感謝のまとめ動画みたいなやつがあったんですよ。それに対して、マスコミが、あの、我々も聞いていませんでしたみたいに言ってるから、多分サプライズでやったと思うんですけど、あれをね、うっかり全部流しちゃったマスコミさん、悔しかったろうなって思います。そう、砂に書いたラブレター、ロマンチックでございました。こんな感じかな。結局、首脳会談やろう。COO。日本行けたら行くって。いや、ほんとに砂浜に文字が書いてあったの。これ編集するとき貼るね、あの画像。ちょっとフフってなったもん。相当好きだなと思って。談判したらお互いの精神的に良好。そうだ、向こうもね、日本チラチラ見てると本当に精神状態悪いと思うし、あのね、パリーグの方、あのサウスポーの方がさ、あの砂浜で書いちゃうのも本当に切ないから、やめたらってね、見るのやめたらいいんだよ。あ、豆蔵さん見てましたか？あの動画急に流れてマスコミびっくりだったでしょうねって、露骨にカットもできないしって、そう、全部流れたから。パヨさんたちは少数派だということに気がついてない。ほんとそれ。マスコミは末期状態であることを彼らも自覚しているのか、今まで以上に必死なのがわかるね。そう、なんか必死なのはわかるけども、本当に国民とかけ離れすぎてみっともないと思いますね。菅やめろは反安倍の人も一部引いてて面白かった。あ、そうなんだ。いや、これ普通引くよね。まだ始まってないみたいな。今の日本は愛国と反日の戦いを国内でやってる以上にみんな気づいてほしい。そう、これは本当にそうなんだよ。昔はね、共産党の人だって愛国者だったのよ。今は左に愛国がない。アメリカとか他の国は愛国がベースにあって右寄り左寄りじゃないですか。本当に日本今おかしいですよね。あ、これすがすがしいわ。これから流行っていきそうだな。
ノージャパンなら日本の総理が誰になっても関係ないのでは。菅さんで決まって日本人としてホッとしております。落選後ね、石破さんにテレビがインタビューして、地方票でも苦戦しましたねとか言ってましたけど、乾杯だからって思いました。本当に石破さん乾杯。とりあえずね、岸田さんが2位で本当良かったです。皆さんは菅新自民党総裁はじめ今回の総裁選いかが感じましたか？よかったらコメント欄でお聞かせくださいね。というわけで本日も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったら高評価並びにチャンネル登録をしてってくれるとデミ太郎がとっても喜びます。ではではデミ太郎でした。またね。